例、区の9房モデル。炭素は黒、水素は白、窒素は青、酸素は赤 CPK 配色の元素周期表 CPK 配色 A、CPK カラーリングは分子模型における元素の配色法。CPK 分子模型の考案者である、ロバート・コリーとライナス・ポーリング及び改善者、ウォルター・コルタンにちなむ、コーリーとポーリングが、 カリフォルニア工科大学在籍中に、タンパク質などの生体分子の空間重点モデルを考案した。彼らの模型は、原子を表す鉱材の玉をカットし、鮮やかな色で着色して、元素ごとに色分けしたものだった。このような配色を用いて、より小さな樹脂製の分子模型も製作された。このコリーとポーリングの模型を発展させて、特許を取ったのが、コルトンである。 特許での配色は次の通り、窮棒モデルの分子模型の部品箱、いくつかの元素を一つの色でカバーしている。以下、代表的な配色を挙げる。元素の純物質や代表的な化合物の色など、直感的に記憶しやすい配色となっている。水素は無色の気体、炭素は木炭や黒鉛が黒く、硫黄の結晶は黄色く、塩素は黄緑色の気体、 臭素は、赤葛色の液体、赤ンは赤く、サビは暗い橙色、火は赤く、青い空の大気の主成分は窒素である。1952年のコリーとポーリングの配色、1965年のコルタンの配色のほか、立体分子模型画像作成ソフト JMR の配色、ドーラスマルの配色などがある。この4種の配色を次の表に示す。ありがとうございます。